石館の空の森紫苑さんはこちらに。はいはい、どちら様。そんなわけで、うちの可愛い鑑識ドローンが頑張った結果、葉山さん家の排水口からはめでたく遺体の断片が見つかりました。はい、拍手。なのに誰かがネット上で葉山のコミフィールドを運営し、葉山のアバターでうろつき回ってると。正解。ひどい。何千人という通行人が環境ホロを眺めているつもりで、実はその下に隠れてるバラバラ死体とご対面してたっていう。バレた時のエリアストレスは4レベルも跳ね上がってね、報道感染まで敷かれたほどよ。あの食事中にすみません。ん？何が？弥生はこの程度じゃ燃えないわ。もっと激しくて情熱的なのがお好みよ。今は標本事件の話でしょ。続きは？まあ同じプログラマーが書いてあって線に、私は今日つけてるブラジャーをかけてもいい。いらねえよ。御堂は確かにソーシャルネットのマニ。あなたたちの言う反社会的コミュニティが本当にあるなら、彼らが拠点にしているのはイエローフットか27クラブ、いずれかの可能性が高いと思われます。うん、一係も様変わりしちゃったわよね。シュウ君にマサさん、シンヤ君、みんないなくなっちゃった。時代遅れの男たちにはこの仕事は向いてないってこと。時代遅れはひどいんじゃない？ロマンチストって言ってあげなよ。それで慰めになるのかしらね、あいつら。これは止水監視官が起動した2丁のドミネーターが別々に動いてる。彼女に成り代わった誰かがドミネーターを扱ってるってこと。ありえない。でもそれ以外に説明つかないわよ。下月監視官を待って、応援に出ます。ダメよ。どうする？空の森さん、止水監視官のドミネーターの位置を両方とも転送してください。それは無謀です。ドミネーターの周囲はドローンだらけなんですよ。ゲームのクラウドサーバー、東大元暮らしな。国塚さん、手伝ってほしいことがあるんですけど。あんたでいいわ、手を貸しなさい。もともとは重度のうつ病で、おかげで薬が手放せない体質になっちゃったと。かわいそうにね。自衛のために磨いた技術が功を奏してホロデザイナーになってるとこなんて、彼らしくてかわいいわ。それだけで済んでいれば執行官になることもなかったのに。何かありましたか、紫苑さん。サンクチュアリで厄介なことが起きた。潜在犯逃亡の幇助で弥生が身柄を拘束されたわ。イグナトフ監視官の穴を埋めるため、公安局と捜査コンサルタント契約を結んでいる方に来ていただきました。紹介します。元一係執行官で現在フリージャーナリストの国塚弥生さんよ。ああ、あなたは元執行官から社会復帰した伝説の執行官。そんな。芸能界からの誘いもあったのよね。さすが伝説の女でか。監視官、エノミアが関わってる運搬業者に動きがありました。まさか今日討論会が行われるギガアリーナへ配送中ですか？その通りよ。ギガアリーナの警備状況は？2係の坂東監視官と瀬尾執行官が担当。ドローンも各所に配備済みよ。小宮カリナ候補、薬師寺弥生は、はい、ノンアルコール。心配しすぎよ。せっかく社会復帰したんだから、お酒なんかで色素を曇らしちゃダメよ。紫苑さん、お願いがあるんですけど。何よ、改まって。厄介な相手ばかりですから、今回も伝説の女デカの力をお借りしたくって。この件で？安全を約束できるの？
します。じゃ倉庫と教団、的は2つだな。私も手伝うわ。ちょっと、爆弾が3発も残ってるのよ。だから今さら手を引けないわ。危険なことはさせませんよ。事件に関してはそんなとこかな。いいの、部外者に話して。報道していいこととまずいことの区別はわかるでしょ。最近私もね、犯罪係数下がってるんだ。一生ここで暮らすんだと思ってた。こんな話知ってる？あるトカゲの種は外来種によって木の上に追われた。15年が経った時、トカゲの体は木にくっつくように適応してた。そして地上に戻れなくなった。あなたはトカゲじゃない。でも今ここでみんなを助けられたらさ、変われる気がする。堂々と外に出て、普通に美味しいものを食べに行って、好きな人と街を歩いたりしたい。これを乗り切ったら違う人生を。これからどうするの？とりあえず新しい家を探せって。もうめんどくさくて。私のマンション部屋余ってるわ。駅近で、しかも共有の自動運転車付き。それって便利なの。住めばわかるわよ。